東京競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ピシハウス前に行きそうです。これに続くのがサクセスインディー、その隣にバルユース、後ろからの競馬になりました。グラスワンダー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後方にパフェボンバー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ピシハウス、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ6番ピシハウス、2番手はグラスワンダー、これは絶好の手応え。バルユース、3番手グラスワンダー、これはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ピシハウス先頭、グラスワンダー先頭、2番手はピシハウス、追いすがる。やはりグラスワンダー先頭だ。グラスワンダーいっぱいになった。残り 200m、 グラスワンダー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手は東海ドライバー、グラスワンダー独走、グラスワンダーぶっちぎりです。グラスワンダー1着、2着は東海ドライバー、これは物が違う。グラスワンダー。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のテームトップダウン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ヒカリエア前に行きそうです。テームトップダウン、これに続きます。内からはセイントビリーズ、その外からビッグサンデー、その隣にラウンドクロケット、並んで15番ステイピール、その外にランニングゲール、その隣にエアデイ、その横にマーベラスタイマー、エアガッツ、この馬もこのグループ。すぐ隣にオートリーエーム、メジロハンド、すぐ後ろ白の帽子エリモダンディ、その後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはヒカリエア、2番ステイゴールド、2番手を追走しています。その外にマーベラスタイマー、ピンクの帽子テームトップダウン、その後ろ、その隣にメルシーラガー、その横にラウンドクロケット、マシカネフクキタル、この馬もこのグループ。その外からステイピール、並んで7番セイントビリーズ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のステイゴールド、現在先団に取り付いています。マシカネフクキタル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。ヒカリエア先手を取りました。2番手に2番ステイゴールド、その外からマーベラスタイマー、オレンジの帽子ビッグサンデー、その後ろ、その外からステイピール、その後ろにエームトップダウン、
黄色の帽子メルシーラガー、その後ろすぐ後ろにマチカネ服来たるシルキーエトワール、すぐ後ろその後ろにシルクジャスティス。京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。ここでビッグサンデー先頭に変わりました。マーベラスタイマーほとんど差がありません。ヒカリエアー3番手、ステイゴールドこれはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はマーベラスタイマー、第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。ここで先頭はステイゴールド、ステイゴールド先頭、2番手はオートリエーム、あと 200m ステイゴールド先頭だ、残り 100m 必死に追うステイゴールド、2番手はマチカネフ来たるステイゴールド1着、ステイゴールド1着、2着にはどうやらマチカネフ来たるステイゴールド、1番人気に応える見事な G1 勝利です。